皆さんこんにちは、ティーチングプロの石井亮介です、はい、本日はプロギアのエッグ、はい、エッグエッグスーパーエッグだよ。スーパーエッグなんだ。ってことは高反発。そうです、 M40 です。どうかな、結構いいんじゃない。シダル TV 創世記にこれの前作をやったんですよね、はい、スーパーエッグっていうやつ、ね、うん、結構飛んだ気がするよ。でもなんかちょっとなんかごつくなったですね、上からもうほら。なんか僕これ上のこのなんかこのなんていうのかな、段差、あのすいません、エアロバーナーに見えてしょうがないんですけど、あのエアロダイナミクスデザインみたいな感じがすごいするんですけど、一時あったね、ありますよね、こういうのね。4月15日発売、22年4月15日発売、現在3月31日でございます、はい、じゃあ空力、年度末です。空力だね、石井さんの得意な私は空力がわからないことで有名なでもね、やっぱね、完成モーメントの代償による振りやすさ振りづらさはすごいわかるんですけど、空力って言った時にね、あんまこうピンとこないな、まだ正直なところです。イナーシャジェネレーターが効くのかどうか、でまあまあ間違いなく効くんです。それは反発係数を無視して非常に高い CT 値をフェースに実現しつつですね、ヘッドは 485cc と大きくなっております。なんかどっかで聞いたようなコンセプトじゃないですか。それは前作も一緒だから、前作も同じことやった。あのほら、どうせルール違反してるんだから何でもかんでも全部超えちゃおうみたいな。でも速いのはこっちが速い、全然速い、市販してる一番高反発が一番市販が速かったのはプロギアだから、まあまあ、いわゆるナショナルメーカーではない、はい、G クラブは別だけど、とりあえずヘッドスピードだいぶ最初は物議を醸しましたよ。これの2台前ね、40前後でいけばいい、はい、マンブリしないでよ、まだ思い出した、割れちゃうから、ね、悪いのはこの人ですって、こうなんか矢印がついた気がする。マンブリしたらまた入れるからね、多分あの時のあの画像がキャプチャーされてここにそういう面倒くさいことを言うなって、ね、かの有名な大道特殊鋼ダット 55G を使い、はい、こうなんか U の字型のカップフェースにしてるらしいです。 U の字型、こういう感じ、この字っていうのは、カップフェースって全部そうなんじゃないんですか。カップフェースはこうでしょう、はい、それをこうなんですよ。要はここの長さが長いってことですか。U、まあ、そのご興味のある方はプロギアのサイトを見ていただいて絵をさ、いかに僕が口で説明するのが難しい、いかに僕が今日何も情報知らずに来てるかが分かるでしょよし、どうかな、結構いいんじゃない。 1.42 出てる、これちょっと早いな、 41.8 でした。ほら、よ、俺だからさ、最近ミート率出ない問題ってのがあるじゃない、はい、だから高反発のにミート率出ないのだけは避けたいなと思ったんですけど、一発目からまあまあ、前作もすっごいミート率出たもんね、 1.53 とか 1.48 とか。あのね、現在の我々の打撃条件では1.4 出ればまあまあナイスショットなんでございます言い訳じゃないよ。1.46 出たら、おお出るじゃん。そう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 、祝杯をあげたいぐらいですあ、これは出たよ、これでもミートス出るんじゃない。でもあれか、ちょっとどうすればいい、そう、ちょっとヘッドシュートが早いんですよね、それでちょっと引っかかっちゃってるんです。じゃあ M40 なので 40m ぐらいで打ちましょうか、はい、多分ね、シャフト長いんだよね。うん、ちょっとミスった。あ、でもないか。45.75。ほら。いや、まあ、ヘッドスピードを落とすことにちょっとこう、今気が行きすぎです。あ、親父にプレゼントしようかな。トルク 7.4、43g。上がっちゃった。ちょっと待ってくださいね。ヘッドスピードを加減しながらもそれなりにいいスイングをしないと、あんまり加減できてないけど、今43、はい、速いんですよ、で、結構スピード感が出ちゃうのでもっと落とさなきゃいけないです、多分。あ、いいね、あいやー、すごいの出た、
いいね、1.49。まあ打ってて、でもね、あのこうカキーンって感じじゃないんですよ。ちゃんとね、一回フェーズに乗って吸い付いてビヨーンって弾くような感じはする。たわみ効果ですね。たわんでる感じの高反発です。だからフェーズに乗ってる感じが強いんで、なんか普通に打つと低い球になっちゃう感じがするんですよ。あんまり高くならない。こういう球になんかなっちゃうイメージです、うん、結構弾丸ライナー1.5 いくでしょ。いやー、久々に見たよ、こんないい数字、嬉しい。さすが高反発。嬉しいよ。多分これでコースボールとかで打ったら 1.52 とか3とか4とか出るんじゃないかなっていう。もうちょっと浮いてほしいよ。あのね、重心が前作でも結構浅くなってるんですよ。で、重心角を小さくしてる。だから捕まらないように、はい、うん、捕まんなくて前に飛ぶ、ちょっとライナー性の球を意識してるような性能になってるはず。その通りです。ライナーっぽい球が出る。だから球浮かせられない人は 10.5 でも結構きついかも。なんかロフトバリエーションが確かあるんじゃないかな。 11.5 度もあるよ。いい音だ。 10.5 って高さじゃないですもんね。振りすぎ。あとね、シャフトの効果なのか、いいね、ヘッドスピードがやっぱ自分が思ってるよりもちょっとずつ速いんですよ。軽さもあるんじゃないかな。それもあるかも。あのですね、283g なので非常にまあ軽いシニア層向けのクラブと一応言えると思います。いやでもフェースの弾いてる感じは結構気持ちいいですよ。あと皆さんご存知だと思うんですけど、ベーシックな知識としては、おお 1.51 ド引っ掛けだけど、あとあのスピン量意外と少なくないですか。少ない少ない、2000ちょっとね。弾丸ライナーだからこれ今の僕スピードで打つなら11度欲しいですね。あのフック系だとミート率は出て、スライス系だとミート率が低くなる傾向があるのでございます。なんか飛ばすならドロー系とかってよく言うのは、そういうのもあるのかなって思います。スピン量が減って初速が出やすいのはドロー系でございます。なんかほっといても 1.5 近く出るし、ほっといてもスピンが2000前半だし、あんまりだから落としすぎると浮き切らなくなるんじゃないのみたいなところがあるんですか。いやまさにそうです。浮き切らない。スライス、スライスかける、うん、じゃちょっとスライスいきますよ。前作のスーパーエッグは初速は出てミート率も出たんだけど、スピン量が多すぎてそんなに距離出ないねみたいな感じだったんだよね。そう浮いちゃったんだよね、うん、だからこれ満振りしたらあれじゃない。今スライス系のボールになりましたけど 1.39 なんだね。3000回転だから上から叩く系のアウトサイドインのスライスの人でちょっとぶつける人は浮き切らないと思いますよ。これスマッシュ出てる、ああいうのが出ちゃうと思う。結構シャフト自体がこう動いてくれて球を捕まえてくれる雰囲気は出るんですけど、いいねいいね。ちょっと浮かせたスライスを打ってみましたけど、あんまり高さで倒れる。ちょっと触れる女性とかにもいいんじゃない。でもね、球浮かなくなっちゃうかもしれないから、じゃあ 11.5 度でシャフトを考えてほしいし、できたらロフトも多めを選んだ方がいい気がしないでもないですね。面白いよね、やっぱり高反発。プロギアなんかやっぱ作り慣れてるのもあると思いますよ。あっ、ほら来た。73とかいくよ。ほら、ほら、296だって。どっかで喋ったんですけど、CT 値が上がればじゃあ飛ぶかってそういうもんじゃなくて、ね、それは、まあ、全体のあれ？全体のバランスが大事なんですよ。あれ？言わなくていいよ。言っちゃダメ。わあ、これいったよ。すごいよ。でもすごい吹けないよ。すごい吹けない。これ300。何これ？300いったよ。イエーイ。石井さん、これだよ。いやいやいや、これだったんだよ。これだ。ハードだよ、ね。ちょっと待って、これだって僕これ、あ、試合出ないから大丈夫。
そういうことじゃない。多分さ、プロギアの人がシダル TV 見てシダルで結果が出るようなスペックにしてくれたんだと思うよ。石井さん飛ばせるスペック。吹けない、吹けない。さっきの300ヤード弾道は結構ビビった。全然吹けないんだ。この初速やばい、うん。これエラー。キャリー280出てるからトータルは壊れるからほどほどにしておくれ。割れたらやばいよ。ヘッドスピード43メートル以上のことは使用ご遠慮くださいって書いてあるぞ資料に。悪いのはこの人ですね。何年越しかの悪いのはこの人です。多分ね、いや、シダル TV がこれだけちょっとこう認知されてきたんでメーカーさんの人は笑ってくれると思う。多分笑って許してくれると思う。割れたら買い取りなの。プロギア話の分かる人が揃ってるから大丈夫。ちょっとぐらい割っても怒られない。ちょっとスピードが増えたね。初速はやばいよ。やばいね。いきなり71だもん。ヘッドのポテンシャルがすごいね。すごい。一段ちょっとだからどの辺のスピードが頃合いかちょっとやってほしいんですけど。43以上ダメなんですよね。43以上ダメって書いてある。43ユピテルで43以上だったらもう全然触れなくなっちゃうよ。速くなっちゃうんですよ。ほらだから43の感覚で打つとすぐ多分44とかいくだろうなと思ったら45。もうだから35ぐらいのつもりで打ってもらって。いやー吹けないね。そう、今40のつもりで打って43です。ちなみに M40 です。このぐらいミート率が出るといいな。シダル TV のこの環境下で 1.5 連発するんだから、これコースボールだったら 1.52、53、54 出るんですよ。出るね。出る。 1.6 じゃあもう終わりにしようかな。はい、楽しかった。CT 値が上がれば飛ぶわけじゃないけど、はい、CT 値が上がるとうまく作ると飛ぶ。なんでエラーなのそこ。どうしてエラーなの。キャリーは取ってくる。でも75メートル初速が。なんでエラーなの。320ぐらいって。なんかテラーとかキャロウェイ打つときもこのぐらいの数字に出てほしいけどね。ダメだよそんな。ほんと割れちゃう。うん、ほんと。今吹けました。うんうん。いやでもねこれすごいね。すごい楽しそう。久々に楽しそうよ。そうだ、気楽に出るやつだって言ってこれ。いやでも球は前に前に前のめり系の球なので浮いてくれないっていうことはちょっと覚えておいてほしいです。初速は出ます。球は捕まりやすいです。あと吹くか吹かないかのそのちょうど多分ロフトだったりシャフトだったりだから、ヘッドスピードが遅くて後半パスを使いたくてちょっとでも飛ばしたい方はロフト多い方が多分いいと思う。そんなにあのふわって浮いてくれる感はなくて本当前のめりなボールなんで、逆にでもちょっとスピンが多かったりとか球捕まんなかったりする人がこれにすると前のめりで捕まってくれて飛んでくれるっていうのは起こり得るんで、いやこれは前作とちょっと変わりましたね。あのね、久しぶりにこの高反発でその高反発の恩恵をちゃんと感じました。うんうんうん。高反発だけどなんか飛ばないよねみたいなのがやっぱいくつかあった中で、うん、高反発だしちゃんと初速出るしでスピンあんま吹けないしすごいです。よかったよかった。今年のブロギアすごいね。アイアン03も良かったし。あんまり一メーカーに肩入れしたくないから俺はの、まあ、でもあのメーカーとしてほらいい流れが来てる時ってあるはずなんで。あるあるある。間違いなく今、うん、いい流れがこうプロギアさんに来てる、なんかそんな雰囲気を感じます。へ、すごい、ありがとうございました。わこれいったよ。すごいよ。でもすごい吹けないよ。すごい吹けない。